どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。前回21歳大学生の友人が身軽に引っ越しをしましたと、そのルームツアーをやりましたっていう動画をシェアさせてもらったんですけども、今回はその続きの、その彼がどういう持ち物を持ってるのかっていうのをちょっと聞いてみたんです。そしたらめちゃくちゃミニマリズムだったので、ぜひこの動画で、このチャンネルでシェアさせてもらいたいということで、今回はその動画をシェアしてみようと思います。なんで彼がそんなにミニマリズムの持ち物なのかとかっていう、そのポイントみたいなのももしかしたら参考になるかなというふうに思いますので、はい、それではどうぞ。カバンの中身ってどんなのですか？カバンですか？カバンの中身を、え、はい、そのカバンがそもそもあるかっていう、カバンは、はい、あるんですけど、はい、使わない。使わない、はい、なぜですか？Wi-Fi。 ちょっと待って、あれ僕の Wi-Fi パクりました？あ、パクりました。ああ、なるほどなるほど。で、僕のこと、財布はここにあって、はい、あ、財布はそこにあって、はい、でもう基本全部ポケットに入れてます。え、じゃあそれが何でしょう、これで、はい、普段歩いてるっていう感じです。あ、そうです。あと、まあこっちには今入れてるんですけど、はい、もうここに鍵と、はい、ああ、なるほど、コートに鍵と、あとスマホを、はい、ああ、ここに鍵、いいですね、もうこれだけ。そうなんですね。大学に行くときは、はい、教科書入れるために、はい、カバン使いますけど、はい、ほぼこれすごいですね。逆に、はい、他に何がありますみたいな。例えばこういう YouTube 撮影のカメラとか。ああ、ここに、まあ、YouTube やろうかなと思って買ったんですけど、はい、お、これ、はい、もう、うん、ちょっと面倒くさくて、iPhone でいいかな。いや、全然いいと思いますよ。中身が濃ければいいんです。へぇ、すみません、なんかネタがなくて。いや、正直全然正直です。僕反省してますもん。なんか、あ、これなんですか？これはもう大学行く用。ああ、大学行く用の教科書とか入れたりとか、ね、教科書入れたりとかするんですけど、もう卒論も終わっちゃったんで。あ、卒論終わりました？はい、どうでした、無事に終わりました？まあ無事に終わりました。怪しいですけど大丈夫ですか？怪しいですけど、はいはい、一応先生から、うん、まあ OK みたいな。よかったですね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いいですね。へえ、じゃあもう普段の持ち物めっちゃ少ないわけですね。そうですね。でもカバンは持たないですね。もうまずカバンは持たないですね。もうこれも昨日大学に行くために出してるだけで、うん、まあ、あとは写真は撮るときは、あ、はいはい、やっぱちゃんとしたバッグとか。あ、そうかそうか、写真撮るとき買いますけど、はい、写真撮るときここに、ああ、写真と旅行用の、はいはい、バッグはありますけど、まあ、基本はもう持ち歩かないですね。この中何入ってるんですか？この中に何も入ってないですね。何も入ってないですね。何も入ってないですね。何も入ってないですけど、はい、まあ、写真とか、あの、旅行の時はもうこれで、はい、それ見てたら僕自身がいつもなんであんな、なんか持ち歩いてるんだって思いますもん。なんか、何入ってるんですか？仕事、スマホ、パソコンは持ち歩かないんで、あ、家で全部。確かに仕事するならこのスペースで、はい、って感じですもんね。そうですね。確かにそれいいですよね。ちなみにこれ普段持ち歩いてるのはこのカメラですか？これが僕のメインカメラ。うお、いかついですね。これ何ですか？これはキヤノンの 1DX ってやつですね。はい、はあ、カメラ好きなんですね。カメラがもう趣味。カメラ趣味ですか？完全なる趣味で、もうカメラにもう学生、まあ、学生の時代というか学生の時からもう200万円ぐらい使いました、カメラに。そうなんですか。はい、でも今はもう全部売ってこれだけになってるんですけど。あ、そうなんです。もうこれ1台だけで。これ1台だけで。なんでそんなカメラ好きになったんですか？まあ、もともとそのグラフィックデザインをやってて、はいはい、そこの素材として写真を撮り始めたんですけど、はい、そっちの方が面白いなってなって。あ、撮るのが、撮る方が面白いなってなって、でも、はい、ずっと写真を4年ぐらいずっと撮ってましたね。あ、そう。で、今はもうちょっと忙しいんで、うん、活動休止してます。なるほどですね。じゃあ今真央さんにとって必要なものって何なんですか？必要なもの、はい、こたつ。
あー確かに寒いですもんね。寒いんでそこのスペースに1個こたつ置こうかなとは思ってるんですけど、はい、はい、まあ確かにこたつがないとゲストハウス感ないですもんね。そうですね。あとあの友達を呼びたいっていう夢が、あ、はいはい、友達いないんですけどじゃあ今まず何にフォーカスしてるんですか。今もう授業ですか。授業、あ仕事です。起業してますもんね、はい、だもう、うん、5日前、あ1週間ぐらい前に、はい、もうそこの新聞配達をやめて、はい、ここに引っ越してきたんで、もうとにかく今は、まあ、仕事に死なないように死なないように死なないように僕その大学生の時なんかはその起業しようとかっていうのは全く思わなかったんですけど、はい、なんでそう思ってるんですか。なんたらなんかそもそも、うん、性格上の話になるんですけど、はい、なんかこう人からこう命令されて動くっていうのがすごく苦手、うん、で、はい、どっちかというと自分で考えてその行動する方が得意なんですよね、なんでその会社みたいに上司から命令されたことをやる、うん、そのコンビニだったらコンビニで毎回そのまあ今日これやっててくるじゃないですか、はい、でそれが できないんですよね、なぜか。ああそうなんですね。できないっていうのに気づいて、はい、あもうこれ自分でやるしかないなと思って、はい、なりたくてなったというよりもならなくちゃいけないっていうその使命感というか、ああなるほど、そう普通の会社じゃもう絶対無理だから、うん、もう学生のうちから頑張って起業しようっていうので、うーん志しました。すごい大人ですね。本当21と思えないです。特にこうオチとかないんですけど、はい、まあでもこれからも一応こう ミニマルな感じで身軽に過ごしながら、はい、好きなカメラは続けてくださいね。いやそれはもうこれから時間があるんで、はい、じゃんじゃんやっていきたいですね、うん、あと新しいカメラも欲しいんで。新しいカメラ欲しいんですか、はい、何欲しいんですか。いや前ショピさん話したんですけどシグマの FP、 あーシグマの FP あれが欲しいんで、はい、頑張って稼ぎますわかりましたいいですね、はい、ありがとうございます。やっぱ好きなものはやらないといけないですね。そうですね、もう、うん、だからそのために仕事してる、うん、好きなこと続けるために仕事してるって感じですね。そうですね、まあ、ちょっと今節約節約してる、節約と、はい、いいですよいいですよおーありがとうございます。じゃあ特に落ちないんですけども、落ちないっす、落ちないっすでも大丈夫です。今回はそのモマさんのミニマルな持ち物エブリデイキャリー見せてもらったんで、うん、いやー反省しました。僕もちょっと勉強になりましたありがとうございますありがとうございます